今までのタイプではない異性に惹かれる理由は、やはり魂が求めているからなんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日はツインレイ男性がツインレイ女性に感じていることについてお話ししていきたいと思います。今回はツインレイ男性側の視点でお話ししていきますね。男性がツインレイ女性に対してどのように感じて、どのように見分けているのか、まあこのような感じのことについて知りたいですよね。ツインレイ女性の場合はツインレイ男性だと気づくのに時間がかかってしまいます。ただツインレイ男性は会った瞬間に気づくようです。男性は一般的に女性よりスピリチュアルに馴染みがなく、ツインレイという言葉すら知らないという人もたくさんいますから、何か違うといった感じですね。意外に男性は運命の人に対して気づきやすい特性があるんです。ツインレイ男性って感度が強かったりしますからね。ですから今回は本物のツインレイ男性がツインレイ女性に対してどう感じているのかについてご紹介していきたいと思います。まず簡単にツインレイについてお話ししますね。ツインレイは自分の魂の塊です。この世に存在するたった一人の運命の相手になるんですね。この世に生まれた時、一つの魂が二つに分かれるんです。この時分かれたもう一つの魂がツインレイなんです。ですからこの世であったらまた一つに戻ろうと強烈に惹かれ合って愛し合うんですね。ツインレイ同士を再び一つになるために深く関わっていきます。ツインレイはお互いにとって唯一無二の存在ですからね。このような相手がツインレイになります。では今からツインレイ男性がツインレイ女性に感じていることを7選をやっていきたいと思います。まず一つ目です。一つ目はツインレイ女性を見つめるだけで幸せを感じるになります。ツインレイ男性のツインレイ女性を見つめる仕草はツインレイ男性の愛情表現の一つですね。ですからツインレイ男性に日常的に見つめられる回数や時間が増えてくると思います。まあツインレイ男性は彼女を見つめるだけで幸せを感じますからね。だからツインレイ男性はツインレイ女性を見つめておきたいんです。ツインレイ女性を見つめるのが幸せなんです。一途なんですね。そして二つ目です。二つ目はツインレイ女性と離れたくないになります。ツインレイはもともと一つの魂でしたよね。そして二つに魂が分かれて、現世ではそれぞれ肉体を持って存在しています。したがってツインレイ男性にとってツインレイ女性との出会いは長い時間待ちに待った再会なんです。ですから心の中ではようやく巡り合えたとツインレイ女性を離したくないと思っているんですね。もう二度と離れたくないという感じです。そして三つ目です。三つ目は趣味や価値観があまりにも似ているになります。男性って初対面の時たくさんの共通点を見つけた時、おそらく女性以上に運命を感じるんです。そして関係が深くなることにその感情が強くなります。そんなツインレイは趣味や価値観が誰よりも似ていたり、驚くほど共通していたりします。だからこそより一層運命的な相手と感じるんですね。この人は特別かもと感じるんです。魂でつながっていたり、趣味や価値観の共通点があまりにも似ているので驚きも感じています。そして4つ目です。4つ目は好きになった理由がよくわからないになります。多くのツインレイ男性はツインレイ女性を好きになった理由を分かっていません。ツインレイ男性の好みはツインレイ女性が今までのタイプとは違っていたりしますからね。だからツインレイ女性の外見や性格がタイプと一致していないケースが多いんです。つまり感覚的に運命を自覚したりするんですね。ツインレイ女性の方もおそらくそうだと思います。これまでのタイプと違うということはツインレイ同士にはよく起こることなんですね。今までのタイプではない異性に惹かれる理由はやはり魂が求めているからなんです。そして5つ目です。5つ目は見返りを求めないになります。一般的な恋愛ってなんか所有の愛みたいですよね。この3次元の世界ではこの人は私のものという所有のエネルギーから生まれます。つまり普通の恋愛においてはお互いがお互いを所有できるというような感覚があるということです。ですからツインレイの愛は無条件なんですね。所有の愛ではないんです。ツインレイの愛は3次元レベルを超えた先で、肉体を持ちながらどんな環境や周りの状況を問わず無条件の愛が体感できるということなんです。ツインレイとはそもそも恋愛することを目的に出会う相手ではないんですね。出会う目的は3次元の恋愛というレベルをはるかに超えたものなんです。宇宙目線からのつながりを作っていくのがツインなんですね。無条件の愛とは、例えば親が娘の元気な姿を見るだけで安心するような存在そのものを愛おしむ感情のことです。ツインレイの2人は現世では他人同士のはずなのに無条件の愛をお互いに与え合っているということなんですね。つまりツインレイ男性はそういえば彼女に見返りを求めたことがないかもと感じているということです。そして6つ目です。6つ目は振られるのが怖いになります。ツインレイ男性が感じていることとして振られるのが怖いというのもあります。自分に自信が持てないツインレイ男性には常にそう考えていますね。自信がないゆえに振られることを想像してしまうわけです。それにツインレイ男性にとってツインレイ女性は運命の人と自覚している人です。そのような人から振られるかもしれないという恐怖心は影響するんですね。
振られる恐怖は他の誰よりも感じてしまいます。だからどんどん恐怖心が強くなってくるということです。そして7つ目です。7つ目はこの人しかいないとはっきり感じているになります。ツインレイのこの2人が現世で出会えたことは奇跡の出会いなんですね。そんなツインレイ同士は出会った瞬間に一目惚れをしてお互いに気づくこともあれば、ツインレイとの関係に時間をかけて気づく場合もあります。魂のつながりに気づく人はそれぞれです。ただ結果的に自分はこの人しかしないと気づくわけです。男性は特にそう感じます。自分にはこの人しかいない、このように感じてツインレイ女性を深く愛するわけです。以上がツインレイ男性がツインレイ女性に感じていること7選です。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目がツインレイ女性を見つめるだけで幸せを感じる、そして2つ目がツインレイ女性と離れたくない、そして3つ目が趣味や価値観があまりにも似ている、そして4つ目が好きになった理由がよくわからない、そして5つ目が見返りを求めない、そして6つ目が振られるのが怖い、そして7つ目がこの人しかいないとはっきり感じているになります。ツインレイ男性がツインレイ女性に感じていることを7選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。